チャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はドカバと行きましょう。ドカバとポチッと。はい、本日こちら超ドッカバフェスでございます。ぜひとも欲しいのはね、この LR までドッカン覚醒のこの孫悟飯でございますけども、一体どんなキャラが出るのかスカウターで見ていきたいと思います。はい、今回ぜひとも欲しいのはね、このご飯でございます。これめちゃめちゃ強いところでございますよね。それから16号、これもないかな。これは、これあるかな。このポジータもなかったかな。あとは17号があるな。バーダックもあったような気がする。あとはまあね、こんな感じですけれども、まあ、あれですね、ご飯こちらですね、やっぱり、LR までね、完成ということで、ぜひとも欲しいんで早速ね、ガシャ行ってみたいと思います。俺の2個しかないドラゴンボール行ってみよう。頼むぞー、ガシャルー、来い。なんだ、キリキリきた。さあ行ってみよう。カメハメ、カメハメ、あー弱え、これダメか、バレたりしないかな。そしてゴハン、そしてクリリン、そしてクリリン、お、これはあった、すげえゴジータ、うん、お、これは18号、まだあるよ。 GT の3、まだある、まだある、あー遠く、ということで SSR、これですね、フェスゲンのゴジータ。それから18号、これもなかったかな。それからこれ GT の悟空、それからこれは悟空2ですね。ということで、まあとりあえずフェスゲンのね、こちらのゴジータでございました。よかった。さあ、まだご飯は出てないですからね、行ってみたいと思います。行ってみましょう。ガシャル、マジでよろしくお願いします。ドラゴンボールを頼むぞー、ガシャル、来い。クリリンかよ、ちくしょう。クリリンのこと、メガメ、やるの、お、すげった。ダメじゃん、あー、くる、これあんまり出ない感じかな。ベジータ、お、なんだ、ご飯、ギター、あ、これはこれ、これフェスゲンだろ、これフェスゲンだでしょ、お、これもレジットだよ、おお、 SSR、とりあえず今回このフェスゲンの16号、それからこのベジットですね、よしよしよし、とりあえずいい感じでできていますね。さあラスト行ってみましょう。マジでよろしくお願いします。俺のドラゴンボールをマジでご飯をお願いします。行ってみましょう。頼むぞー、ガシャルー、来い。
お、再び16号2体目やんやん。お、これはまたこっち。レートサイヤマン、バーだ。お、これはうわフランスでのですね。お、いい感じじゃないですか。まあ、いい感じっていうか、一回だけか、確定枠のね、このゼノですね。まあ、これが良かったところか。さあ、ラスト無料ガシャブパーティーでご飯お願いします。さあ、お願いします。行ってみましょう。最後、連続ガシャ最後ガシャブ頼むー、来い。あ、一応確定、確定でございます。行きましょう。1-8かー、1-8あるじゃないの、これ行こう。ふぅ、ヤムちゃん出るな。はるちゃん、僕ということで、なんと見事ご飯ゲット。よっしゃ、神木やね、ディグリアンもこんな感じでね、やっていきましょう。ということで、今回見事欲しかった LR に覚醒できるご飯ゲットでございます。やりました。はい、今回このガシャでですね、結構当たりました。まあ、フェスゲンが、これか、ゴジータね、それからこの16号とかね、まあゲットできました。で、一番やっぱりね、嬉しいのはこれですよね、ご飯ね。まさかね、ゲットできるとは思いませんでしたけれどもね、今回無事、ご飯の方をゲットできてよかったかなというふうに思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ご視聴いただきチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。